MC 芝さんです。拍手をどうぞ。はい、こんにちはです。私ここ久しぶりですね。前来たこと、2、3回来たことありましたね。お声かけありがとうございます。67になるわけで、昭和32年の早生まれでね、この年になってこう歌えるってことはいいですよね。お友達なんかね、病院にいる人とかね、施設に入っている人もいるわけで、まあ元気よくね、歌えるうちは歌っていくということでお願いします。MC 島っていうもんね、MC で25ですか、しゃべくり回ってもいいんですけど、まあそういうわけにいかなくて、こうギターを持ってるもんでね。これもね、1980年のギターですよね。44歳のギターと67歳の演奏者、はい、よろしくお願いします。1曲目はこの歌から。しばらくぶりのふるさとは大きな町に姿を変えていた。体を揺すって走ってた路面電車は今はもういない。悲しみこらえ佇んで好きだった人を長く見送った。Hello.
ジャイズ二郎さんでしたっけ、サピ、違うか、ジャイズ加藤さんですね。最近ですね、最近っていうかもう2006年頃から写真を撮り出してですね、あの2、3日前に夕日が綺麗でしたね。その、この歌を歌いながら最近見てましたね。基本的には1970年代の、まあ、フォークソングと、まあ、我々が若かりし頃ですねのフォークソングと、あとオリジナルを少しやらさせていただきます。今日あとオリジナルの曲をやらさせていただきますけど、よろしくお願いします。春夏秋冬ですね。この MC 島バージョンで、彼こんな風に歌ってないですけど、あそ、でもあれうまいですよね、演技がね。の吉野ちゃん事件だったから知ってる。犯人やっててね、本当ちょっとうめえなこのこいつみたいな。光ってね、見えないんだよね。はい、春夏秋冬ですね。
観光創生の話ばっかりですよね。嫌になっちゃう。次はね、オリジナル射程の歌ですね。射程ってわかりますよね。知らない人。弟ですね、方言がね。兄弟なんですけど、私32年生まれで、彼、弟33年生まれ、年子で、親がね、やることなかったんですね。ほんまと年子で生まれてね、男兄弟で、ほんとに毎日喧嘩ばっか。いつも、私一応ね、名義上、兄貴になってもね、いつも手出しちゃうと思ってね、そうするとえらい怒られるんですね。あいつが悪いのに、何でか俺怒られるって、お前手を出すもんだって。で、そんなこと言われてですね、非常に不遇な時代を過ごしましたね。安尾というんですかね、埼玉の今、川越にいるんですけどね、ゴルフばっかりやってるそうですけど、1981年、2月の15日に結婚式ね、やるということで、まあ、こんなのやってたもんですかね。歌でも作ってやりますって送ったんですね。本人じゃなくて親が喜んでくれましたね。おふくろとね、おふくろと親父が喜んでくれた。でまた歌うんですね、こうやってね。そうするとね、YouTube なんか上がってるんですけど、いやお兄貴やめろよ、もうそんな歌うんだなんて言ってね、死ぬまで歌ってやろうかと思って。ということで、そんな親不孝な、兄不孝な弟なんですけど、まあ余談ですけどね、同じ種で、同じ、ね、畑で、なんでこうも違うの？あいつ1メーター75ぐらいあるんですね。色男でね、よく学生の頃も持ってましたね。で、あいつが巨人ファン、私中日ファンでね、あいつが大砲ファンで、私柏だ。あいつが商業高校で、私工業高校。本当に違いますよね。そういうためでね、今、孫も一緒にするんですけど、違いますよね。長男坊と次男坊ってね、次男坊の方がね、しっかりしてますよね。僕は兄貴ぼーっとしちゃって、ね、そんな具合で、安尾へ聞いてください。お前の優しさはいつまでも、いつまでも忘れないで欲しい。いつまでも、いつまでも。幼い頃の
反対などと大声で叫ぶ。チャーチでやったことあってね、歌い前にその係の人にオリジナルやりたいんだけどって言ったら、オリジナルですかって言われてね、歌ったらいい歌ですねって言われてありがとうございました。最後8分ぐらいの歌ですけど、ちょっと走ってですね川島優さんの天秤ばかりという歌ですけど、適当に、最後のサビだけで歌わせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。 MC 島でした。
は一つなのか、どこにでも転がっているのかい。一体そんなものがあるんだろうか。何もわからないで僕はいる。そしてそれがあるとすれば、どこまで行けば見えてくるんだろう。そしてそれがないものねだりなら、何を頼りに生きていけばいいんだろう。何もわからない、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 何もわからないで僕はいる。母親が赤ん坊を殺しても仕方のなかった時代なんて悲しいね。母親が赤ん坊を殺したらおかしいと呼ばれる今は平和な時。ごまかさないで、そんな言葉では僕は満足できないのです。天秤ばかりは重たい方に傾くに決まっているじゃないか。どちらももう一歩より重たい